清水さん、これエクストレイル のディーゼルですけど、日産 CM で世界初の、日本のポスト新潮期をクリアしたディーゼルですというふうに。そうだね、日本のポスト新潮期制というものに対しては世界で初めて、まあ、だいたいカリフォルニア規制に準じて厳しいですからね、はい、でも見てる人はその、まあ、エクストレイルができたんだから他のメーカーはねできるんじゃないのっていうふうに思うと思うんですけれども、いきなりその話ね、いきなりそうきちゃうんですけど、日本の、規制の数値はカリフォルニア規制とか全米の連邦規制ティア2ビン5という規制とね、はい、近いんだけど、実は走行モードが日本は10、15モードというね、はい、低い速度で走らされるのね、はい、低い速度つまり燃焼排ガスの温度が低いので、うんうんうん、触媒が活性しにくいとか、うんうんうん、結構かえってスピードが低いから難しいのね。ああ逆に難しくなっちゃう。逆に難しいの、うん、そういう部分でいうとノックスの低減がねかなり厳しくて、うん、それに対してはまあこのエクストレイルが初めて、うん、でどうしてできたかというと、はい、もともと日産は昔から低温燃焼といって足首をちょっと下げてね、うん、燃焼させる技術を研究してきたってことですか。ほう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 。でディーゼルっていうのは自己着火だから、ええ、足首が高いから自着火するんだけど、ええ、逆説的に言うと、うん、足首をどこまで下げれるかが、うん、ディーゼルがクリーンになれるかの、ああそういうジレンマがあるわけだ。で逆にガソリンエンジンは、うん、最近ポルシェの直噴なんかも 12.6 ぐらいでしょ、うん、はい、で F1 は14ぐらいじゃない、はい、ガソリンエンジンはどこまで足首を上げられる か、ディーゼルはどこまで下げられる か、まあ、下げるの簡単じゃないと思うけどプラグはないからさ、着火できなくなっちゃうんだよ。ってことですよね。で下げた方が何でいいかというと、燃焼温度が下がるから、ノックスが出にくくなるという、ね、だからもう昔のディーゼルは足首が18、19、20、はい、でこれは 15.7 とかね、15.7、 16を切ってんの。ほう。で世界で今16切ったディーゼルはあんまりないですよね。 BM とこの、日産のディーゼルくらいかな。うーん、だからそれはちょっと覚えておくといいね、はい、低温燃焼って言ってね、はい、低温燃焼、足首をどこまで下げるか、うんうんうん、だから三菱も今回パジェロディーゼル出したけど、次の次世代ディーゼルは16を切るディーゼル、マツダも次世代ディーゼルは圧縮表 15.5 ぐらいまで持ってる。なるほど。でホンダもそこをやってたんだよね、うん、まあその一方で最近ホンダが、国内へのディーゼル投入、うん、2、3年延期しますという発表しましたけれども、ディーゼルのメリットみたいなのは、ね、まあはっきり言ってポスト新潮期取れなかったでしょなるほど、うん、そういう事情だと。やっぱり技術集団だもん、その何台売れるかじゃなくて、うん、だからもう小手先では日本の規制は取らないと、通用しないぞと、うん、まあ一方でホンダはこの間小型ディーゼルを今後なんか開発していくみたいなことも言ってましたけれども、そういう流れもあるんですか。僕なんか小型ディーゼルってのは小排気量のなんかその小さな車に乗せる用のものも開発していきますということを言ってたんですが、僕なんかの感覚だとちっちゃいんだったらそのハイブリッドとかそっちでいいんじゃないのみたいな考えがこうすぐ出てきちゃうんですけれども、そうじゃないっていうことなんですか。やっぱりダウンサイジングのことを言ってるんだと思うんだよね。なるほど。だからディーゼルはもともと力出せるから、うん、メルセデス・ベンツでももう 2.2 で V6 いらない時代じゃない、はい、今度の新しい 2.2CDI はあれ良かったですよね、500ニュートン出るから、はい、ってことはベンツのボディで4気筒 2.2 リッターでいいってことは、うん、ホンダの車体だったら、うん、もう 1.6 リッターぐらいで、フォルクスワーゲンが新しいディーゼル 1600cc の作るから、はい、まあ、ブルーモーションでねだからもう 2.2 リッター、ホンダが今 2.2 リッターっていうのは排気量上げすぎなんで、ね、なるほど。マツダなんかも 2.2 リッターとかにしてますよね。それも上げすぎってことですよね、まあ、今回あれは上げちゃったんだけど、うん、次の世代はやっぱりガソリンエンジンもディーゼルも、うん、とにかく排気量上げたら燃費悪くなるから、うん、ダウンサイズの方向には行きますよ、ね、なるほど。あと1個その、まあ、気になってるのは、まあ、今それどころじゃないだろうっていう話もあって自動車メーカー大変な状況になってますけれども、今後のなんかそのディーゼルエンジンの例えば日本での その
展開というか、清水さんはどういうふうに見てるのかなっていう。これはね、ちょっとその不景気になると難しいのは、ディーゼルはやっぱお金かかるエンジンなので、もともとプレミアムで攻めるしかない。はい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 。で特にあのヨーロッパでも実際フォルクスワーゲンでもパサートより上にディーゼル比率が8割ぐらいあって、下は今でも2リッター以下ないから、はい、だからつまり高級車用のエンジンという位置づけができてきて、で規制が難しくなってくると、うん、厳しくなってくると、うん、そのフィルターつけなきゃいけない酸化触媒、はい、ノックス急増触媒、もう触媒を3個4個だ、お腹見たらもうエンジンからもう触媒だらけだったんですよ、うん、だからそれものすごいコストがかかるのね。しかも白金を使ったりするから、はい、じゃあディーゼルいらないじゃないかって言うとそうじゃなくて、燃料側で見ると、ガソリンがヒレ肉だとしたら、だから軽油、重油でね、必ず軽油が生まれるわけだから、それ誰かはそれを食べなきゃいけない、クリーンにね。そっか。まあでも今のこの経済の状況だとプレミアムというのもなかなか言いにくいっていう。みんなこうまた一段とコスト削減に走ると、1本1万円のペースインジェクターなんていうのはもうとんでもないですよっていう話になってきちゃったね。はい。まあそれよりもまず先に状況が変わらないとっていう話ですよね。でもいるかいらないかで言ったら日本だってアメリカだって全世界にいるわけですよね、はい、両方必要な技術なのね、ガソリンもディーゼルも、でもっと言うと、そのさっきディーゼルが足首をどこまで下げれるかと、はい、で大体理論的には15ぐらいのところにディーゼルは行き着くらしいんだよね、でガソリンエンジンもその15ぐらいのところ、そうすると最後足首が同じになったら、そうですね、プラグがあるかないかの違いと燃料の違いしかもうなくなって、それがいわゆる世に言うところの HCC エンジンっていう、ああなるほど。でそれは今言ったようにディーゼルから攻めるやり方と、ガソリンから攻めるやり方があるから両方のアプローチがあるっていうことなんですね、でまあメルセデスなんかはディゾットというエンジンを開発してるけど、それはガソリンエンジンの HCCI 版みたいな、まあ、あと気になる、この車気になるのはマニュアルしかないっていうことなんですけどあの日産がこれを企画した時に私はもうね、あの山下さん副社長とかね、関係者に、とにかく日本で最初にディーゼル出す時に、AT やめてくれと、ヨーロッパで AT と MT 両方あるんですよ、だけど AT がね、ディーゼルのトルクに持たないから、150馬力に出力落としちゃってるのね、走ると AT だと物足んないのよ、ヨーロッパでディーゼル、もともとディーゼル走んないって言われ続けてきたから、汚い走んない、うるさいと、それがもう一度復活するわけだから、最初は170馬力の MT で出して、ディーゼルちゃんと走るんだよってことを言わないと、せっかくのディーゼルがね、なんだもう大したことないじゃない話になっちゃうだろうと、だからもうお願いしますから AT はやめてくださいと、低速トルクあるから MT でも演出しないじゃない。そうですね、走らせやすいですからね、だからもともと低速トルクのないエンジンで MT で走らせるから、クラッチ操作が難しくて、坂道で演出しちゃうとかね、こういう環境技術、楽しさとね、エコー両立できるような技術は、もう石にしがみついてでも頑張ってほしいんだけどね。本当そうですね。これでなんか楽しいものがなくなっちゃったらちょっと本当に寂しいですよ。なんか時代はね、安い車エコだけじゃね、だからこれ他のディーゼルと違ってちょっとパンチがないでしょ、これ足首が低いからってことなんですね、でもこれはノックスを下げるにはもう有効な手段という、ここに行くしかない、でもなんかこの前1300キロ走ったなんて。あ、そうです、1300キロ無給でね走って、すごいよね。すごいですね。